と思ったけど。リアル現場。シリー、イエス、イエス、イエーイ、イエ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 イ、テンション上がってきた。熱暴走でしょ。ラムさん前、樹海でね、そのいろんな動物がまあ要は人を食べてるよねみたいな話して、うん。いや正直ジビエ食べたくないんだよねって話してたじゃないですか。はい。ジビエ美味しいですよ、ジビエ。うん。あんまり今食べないんですか。いや食べたことあります。ある。てかね、もともと僕は骨格標本作るのが趣味やったんですよ。はあ、まあ豚の頭とかだと、アマゾンでね、本当に100円とかで買えるんですけど。そうなの？そもそもね、あれ、ラーメンの出汁として売ってて、顔とか耳の皮とか取っちゃった後ですね。頭蓋骨だけど、で、舌も取っちゃってるから、下顎もなく、だから脳みそと顔に雑に筋肉が残ってる状態のやつを、1個100円以下で。へぇ。まあそれを買って、まあ茹でたりなんなりいろいろして骨格にしてっていうのをやってたんですよ。ああ普通にそれ商売にしませんかって言われて販売とかもして、まあ3つぐらい売れたのかな。ああでも売れたね。うん、まあそれだからね、結構やってる人も多かったし、それでなんかね、鹿の頭が手に入りそうってなって、ああロフトグループの人に声かけてもらって、ロフトで解体ショーみたいなのやるみたいな話になって、これ P なんですけど、有名なミュージシャンの方がというですね。まあ、うん、知ってる人はうわってなりますね。僕その時知らなかったんで、いつもやな、有名な歌手に知らずに会うっていうね。でなんか頭いらないからあげますよって話になったんですよ。はい。もらいに行ったんです。ロフトまで。でもらったんですよ。体はこうさばいて、で実際ね、さばいたものは食べさせちゃいけなくて、持ってきたものをみんなで食べるみたいな会だったらしいんですけどね。なんか調理しちゃダメみたいな。だけどまあ頭はどっちみち残ったからあげますって言われて、あげますってもらって、まだ何にもしてない鹿の頭ですよ。そうなの？うん、しょうがないからビニールにくるんで中央線乗って帰りましたよ。運転してるかのように鹿の頭を持って家持って帰って、しっかりした角があるやつですよ。で家帰って茹でて、ね、頭骨にして、まあ、未だに家にありますよ。へー。はい。その案内してくれた歌手の人の師匠みたいな人がいて、その師匠みたいな人ともちょっと仲良くなって、なんかその人から熊の頭買ったりとか、イノシシの頭買ったりとかして、まあ、自分の趣味を充実させていったんですけど、まあ、そんなある日、そのジビエの会があるから食べに行きませんかって誘われまして、まあ、で食べに行ったんですよ。でなんか僕の中ではもうよく昆虫食の人たちと会ったりとか、まあ、そういうちょっと変なものを食べる人たちとかはまあ交流があったので、まあ、そういう感じの面白会かなと思って行ったんです。ただね、なんかちょっと様子が違って、セレブ感、あー高級な方、高級な方、ああなるほどみたいな、意識高い金持ち夫婦みたいなのがいっぱい来てるみたいな、はあ、で、まあ、鹿がベローンってみんなの前でこうなってて、命いただくってこういうことなんだねみたいなこと言ってる、まあ俺が憲兵だったら並ばして全員ピンタですけど、まあ僕は憲兵ではないのでニコニコって笑ってて、でなんかちょっと仕事のこととか聞かれたのに、僕だけまあ浮いてるわけですよ。でなんかまあこういうこれこれこういう仕事しててったら、超軽蔑的な目で見られるわけですよ。えっつって、趣味悪いみたいな顔されるわけですよ、樹海の話とかすると。いや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 と思ったけど、まあそんなことも言えないので、まあまあその料理作ってる知り合いは別に全然そんな闇な人じゃないので、 ありがとう来てくれてみたいな感じだし、みんな楽しくやってるんやけど、まあ、来てる客はもう本当に嫌なやつばっかりで言い切っちゃった。まあそれで食べましたよ、食べ放題だったんで。ただまあそうだね、値段的にも味的にもジョジョ園の方がええかなって思いましたけどね。まあまあジョジョ園美味しいですからね。うん、なんか鹿って俺嫌いなんだよな。そんな高級なとこやったら獣臭さもなさそうだけど。いやジビエだからありますよ、捕まえてきたやつだもん。ああやっぱ危ないですよ、毛とかにいっぱいいるし。ジビエの店もいっぱい行ってるし、クマとかも食べたし、いろいろ食べてますけど、まあそうだね、そんなにうまいもんじゃない。なんやかんやこういろいろあって、やっぱり牛さんと豚さんを食べられてるっていうのはそういうことなんですよね。まあね、あと鶏ね、うん、クマはでもね、美味しいは美味しいですよ、濃い味がするから。ヤギとか、ね、羊とか僕好きなので食べられるんだけど、鹿ってなんかちょっと苦手なんですよね。カンガルー好きでしたけどね。カンガルーもね、いいですよね。ダチョウが結構鳥っぽくない、そう肉々しい、まあそういう感じで、まあジビエ食べたことありますけど、でなんかセレブの趣味に付き合わされる羽目になって、どうせ離婚すんだろこのクソ野郎どもめって。それは言いがかりやんか。まあするやろけどな。
でもあるある、そのジビエでも私たちは上級国民だから的なジビエの料理ありますね。確かにね、ある、きっしょい週末の趣味で今日はちょっと変わったものを食べてみましょうみたいなのね、まあ、よろしおすなっていうね。それこそもう答えは本人たちが言ってて、もう命をいただいてるんですっていうのに寄ってるんだろうなとは思いますよ。だってスーパーに並んでるお肉でも一緒じゃないですか。まあ一緒一緒一緒ね。それをなんかあえて命いただいてる感を出すっていうのが確かに、うん、ってなりますね。ただまあしっかり焼いて食べましょうねってことぐらいかな。やっぱり衛生面は全然なんで、なんか筋肉の中にもいたりしますので、寄生虫が。やっぱ普通にやっぱり食べられる豚とか牛とかってものすごい気をつけられてるので、全然違うので、樹海で死体食ってるやつなんで、気をつけましょうってことですね。ありがとうございました。リアル現場主義でした。命をいただきましょう。